ヘラクレス・アルメロは、オランダの東部、オーファー・アイセル州の都市アルメロに、本拠地を置く、サッカークラブチーム、オランダリーグ一部 LDBG 所属。1903年に創立されたチームで、リーグ優勝は2回。創立当時は、ヘレクリーズという名称だったが、1974年に、SC ヘレクリーズ74に変更。さらに1998年に、 現在のヘレクリーズ・アルマロとなった。2005から06シーズンは前年2部で優勝し、プレーオフを勝ち抜いてエール・ディビジに昇格した。1958から59シーズンには南アフリカ共和国のスティーブ・モコネが在籍しており、この選手がオランダリーグのクラブに所属した最初の黒人選手であった。また、かつて平山蒼太が在籍していた。 ヘラクレスが創立後初めてエールディビジでプレーしたのは、1962から63シーズンから1965から66シーズンまで4シーズン。その後、1984から85シーズンまでエールステディビジに在籍し、1985から86シーズンだけエールディビジに復帰した。2004から05シーズン。 ピーター・ボス率いるヘラクレスは2部優勝を果たし、1部へと昇格した。有識者からは、広角候補筆頭との評価だったが、13位フィニッシュで大方の下馬評を覆して、見事残留に成功した。それ以降リーグ中位の成績を収め続けており、2011から12シーズンの KNVB カップでは、AG ・アルクマールや RKC、 バールバイクを破り史上初の決勝に到達した。決勝戦の相手は PSV アイントホーフェンであり、PSV に3から0と完封勝利させられた。2015から16シーズンには L3 戦プレイオフを勝ち抜き、ヘラクレスは創設113年目にして初めて欧州大会に出場した。L 予選3回戦からの参加となり、相手はポルトガルの FC やローカだったが、 初戦のホームゲームで1から1、第2戦のアウェーゲームで0から0、2戦、合計1から1で敗退した。ポルマンステリオンなしなし中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、 代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。